会場に来ていただきありがとうございます。しまして、いろんな方々からご支援をいただき、皆さんこんばんは。水沢区の内田俊でございます。いただきたいと思います。それでは、番組の皆さんをご紹介します。3歳での白玉団子です。どうぞご賞味くださいませ。料理であります、お盆の精進汁でございます。地元の野菜をふんだんに。で熱いので少し湯気を飛ばします。普通にちらし寿司でもいいですし、いなり寿司の中身でもいいですし、なかなかお寿司ご飯にしてみたらいかがでしょうか。こういった感じです。ありがとうございました。お盆の精進汁はなんか懐かしい味がして、なんかおかわりしたいぐらい美味しかったですし、あとグラッツも中身がきんぴらみたいなの入ってて、なんか懐かしい味で、あ、こういう食べ方もあるんだなと思って美味しかったです。はい。そうですね。なんか参考にしてみたいと思いますし、レシピがついてたので、うちでもできるようなのがあったら作ってみたいなと思いました。デザートが良かったですね。美味しかったです。あとはですね、精進汁、あれはこれからの季節にお盆に向けて誰でも作れるんじゃないかと思いますので、なんとなくは作っててもこのように伝統のものだっていうことを初めて知りましたので、ぜひ今年のお盆にはやってみたいなと思いました。